はーい、どうも皆様こんばんは。道理源というものでございます。今回もペナント実況をやらせていただきますので、どうかよろしくお願いいたしますと。ここで3年目が終わりました。6位で 94.5 ゲーム差、昨年よりもあれかゲーム差開いたんかな。でシーズン成績で言いますと12勝131敗、まあ、昨年10勝だったのに対して2勝プラス。そうっすね、成績の方を見ますと、宇山くん2勝17敗で、団長がついちゃったっていう。うん、3年目にしてね、早くも団長が。これしょうがないんだけどな。こういう弱小系やってるとどうしてもね、初めのエース系は、これつくっていうのはあるあるなんだけど、やっぱ痛いね、宇山は。で、今年のルーキーの神田くん。コントロール D のスタミナ B。152キロ。で、フォーク2のスライダー4。まあ、この子と、宇山の2枚看板で、ここから先、2、3年は食っていけるんじゃないかなと。で、小原くんは未だに、勝ててないと。勝ち運とは何なのか、小原くん。で、久我くん 8.36。能力はいいんですけどね。いかんせん、なかなか変化球が上がらない。で、小池鉄平 5.03。で、堀之内くんが、2.65 の2勝2敗14ホールド。この子よく頑張ったよね、2年目で。堀之内。で、谷口キュンが5点台、大村7点台、工藤が6点台。ま、見てわかる通り、堀之内以外の中継ぎが終わってるんで、ここの補強の整備もね、というか投手がやっぱ足りないのかなと。で、飯岡くんが2勝4敗3ホールドの8セーブ。まあまあ、あんま出てないからな、飯岡は。で、野手で言うと、相澤くんファースト。2割3分4厘。まあまあまあ、頑張ったんじゃない？怪我でね、走力下がっちゃったけど。で、鶴田くんが、2割4分6厘、1本の21打点と。サード。まあ、これ、ゴールデングラブ取ったでしょ、絶対。で、瀬戸くんが2割超えなかったものの、15ホーマー50打点。3倍打点2期もにっこりの打点となっております。あとは、浦くんはですね、2年目で2割1分3人4ホーマー。去年8本ぐらい打ってたんで、ちょっと減ったなぁと思いながらも、17盗塁。まあ、盗塁系ですね、1番バッターとして育てればいいなぁと。で、田上くんは2割6分8人9ホーマー、40打点の11盗塁と。で、西原2割。奥井くん、この子がね、初め、ドラフトだと確か、パワー D、総力 C、肩 B みたいな感じだったんけど、総力が全然なかったっていう、奥井陽介くん。何が南国のスラッガーやねんと思いながら、ただこの奥井くん、後で教えるんですけども、潜在能力が、結構解放されてるんで、そこもどんどん使っていこうかなと。で、五十嵐くんが F、D、E、C、E。若干足速いからセンター五十嵐なんかなぁと。いや、違います。大神くんがセンターですね。大神くん、尾上くんが、センター守ってます。来年外野適正つけて、この子はセンターで、頑張ってほしいなぁと思います。はい、それでは、これぐらいかな？あとは、個人的な、個人の成績。ま、神田宇山がよく投げてくれたよと。神田くんルーキーながらもう130イニング投げてるんで、これな、完投とかがな多くなればないいんだけど。で、打者で言うと、まあ、田上がよくやってるっていうとこかな。他はまだまだ頑張んなきゃいけないよっていうところですけど、誰か選ばれてないかな。まあ選ばれないか。お、相澤と鶴田。まあファーストとなサードであの守備だったらな、取るわな。いいっすね。でも
何も取らないから取った方がいいって線がすごっ。焦げ。はい、ドラフトまでやってきました。ドラフト今年見てないんだよね。ちょっとここで確認ですね。今回はちょっと僕も初見なんで、どういう選手がいるかなーと。安西くん。まあ悪くないね。先発欲しいんで、なんだこの三谷くんは。走力高っ。先発が欲しいね、とにもかくにも。こういう選手がな、称号を持ってるとありがたいんだけどな。いやー、関東の街道、これ、うわー、ちょっとまずいと思う。前田くんとかいいね、中継ぎ。柴崎。先発でスタミナがあるやつがあんまりいない。安西くんと、東海の怪物みたいな、街道みたいな、沼。あいつはか、微妙だな。捕手がナンバーワン。あー、結構捕手もまたいいやついっぱいいるね。なんかキャビーがいそうだね。この子キャビーの匂いがプンプンするね。木原くん、このショートとセカンドの多さ。いやー、こういう選手が、このファーストがさ、なんか称号を持ってるといいんだけどな。なかなかね、なにこいつ。強くない？え、長谷くん強くない？え、何この夢のような長谷くん。え、セカンド、え、高卒だよね。え、ナンバーワンにしても強すぎない？あー、熊野くんもいいな。え、これは問わざるを得ないんじゃないか。ミーハーとして長谷くんを取らないという選択肢がない絶対に投手取らなきゃいけないのに、僕は夢にかける。夢をかけるよ。長谷くん、おー、オッケー。さあ、熊の子見たの子、かくれんぼ捉えてた、今、確認できた。んなら、熊の子捉えたんだったら、そのまま安西くん取ろうか。ですね。ここは安西くんでいいですね。よかった、投手。オッケー。先発となんか夢のある、セカンド高卒ルーキーがゲットできたのはでかい。あとは先発、中継ぎ。あー、柴崎くんいいね。今、僕の高校か、大学かな大学時代の同級生の名前が出そうになったんですごい危なかったですけど、柴崎くん取って、あとで言うと大砲系。あー、捕手がまた捕手多いんだよね。今回捕手多い割にはそんなにいいやつが残ってないっていう。あとここら辺なんか残ってない。あー、立花いいじゃん。立花取ってもいいな。立花行こう。さあ、捕手じゃなくて投手。福留、北野、前田のあっちゃん。前田のあっちゃんの、あとは、吉住取るか。まあ、社会人でもいいんで、23、24ぐらいやったら全然取ってもいいなと思うんで。北野武史取って、武史からの、ここら辺取り放題なのいいね。福留取って、あとなんかいないか残ってる。まあいないよりかはマシなんかなあ、ここら辺取ろうか。大岡くん、寺本くんいらないな。わざわざ取る意味がないな。どうせ多分、あ、10人取った。え、初めて10人取れたんじゃない。なかなかないからね、あそこまで残んの。いや、安西くんとね、長谷くん取れたのでかいよね。
安西、一発があるものの三方向で怪我しにくさ B と、たまらん。柴崎くんはクイック F。 うん、これは多分遠慮するタイプっすね。ランナーさ溜めて、で吉住くんが歌えそうさ B。 なるほど。来たのが打球反応丸と。こいつ使いたくねえけどなで、前田のあっちゃんまあまあいいじゃん。打球反応丸、ナックルカーブ、ナックルカーバーか。で福留が急速安定タイピン C と、おー悪くない能力。お、これにてついに全員あれか。全員が全員ドラフト選手になりましたね、やっと。いや結構いいんじゃない。これ福留取っても、福留使ってもいいな。まあそこら辺後で考えよう。で野手で言うと、お岡くんがチャンス B、 いいね、いい能力で、長谷くん最高強いよ。走塁 B、 送球 C。 なんかよくさ、こういう足が速い系で走塁 F とかいるんだよね。そういうタイプじゃないのがなおよし。湯沢くんは内野安打丸。立花、おお、いいね、結構いいぞ。長谷くんは使ってあげよう。ただ長谷くん使うことによって田上宇田論争が勃発するぞ。これどうするんだい、田上宇田論争。まあ田上をどっかやってもいいけどな。どこやるんだ、外野かまた。外野も外野で結構いい選手揃ってきてんだよな。うわー、ついにこんなにいいメンバーが揃ってくるか、たまりませんの。いや長谷くんでけえ、絶対長谷くんいい感じに育ててあげよう。さあ、留学、今年はコリア行けるんだよな。ヨーロッパも行ってあげたいけど、コリア行かせたい。なぜなら、ハセ君がいるから。ハッセは行かせよう、絶対に。ハッセと、そうだな。五十嵐行かすか？センター、五十嵐君。あー、宇田君行かせてもいいけどな。宇田君行かせんの怖えか。宇田くん行かせると怖えか。いやでも宇田くん行かせたらここの世代最強になるぞ。いや宇田くんは怖えか、まだ。いやでも URA 行かせたいよな、 URA。 いや URA 行かせたいな。あーなら、ここ奥井くん行かそう。奥井と長谷行かせよう。コリア行きます。いいぞー、そこの2人が行くことによってもうちょっとだけお前らを使うんじゃ。あと、3ヶ月後に帰ってくるから、それまではそこで試合見ようかなら、サクッとやっていきましょう。はい、ペナントレース開幕まで来ました。あのペナントレース開幕の前に、オープン戦やったんですけども、なんとね2勝1敗、まさかの勝ち越しでこの開幕戦迎えることができたんで、非常にもう期待が持てる。特にこの宇山神田コンビ、この二人が今年はやってくれるんじゃないかなと
期待をね、胸に私は頑張っていきたいなと思います。であともう一個だけ言っておきたいのが、西原くんの僕は、適性を未だに、上げておりません。次のねパートが上がるまでにはなんとか上げたいなと思いますので、すみません、そこだけは申し訳ないです。はい、それではそうだな、あと43日か、とりあえず長谷くんと奥井が帰ってくるまではちょっとスキップでいきましょうかね。はい、5月の10日まで、飛ばしてきました。17.5 ゲーム差でドベなんですけども、勝ち星的にはまあまあ勝ってるよね。だよな、8勝もしてて、でなんでかっていうと上山くんがね覚醒してるんですよね。あれ、この子ただのエースになっちゃった。すごいいいエースになってる。他がちょっと微妙なんですけども、まあ小原くんぐらいかな、まともなのは。あと柴崎ぐらい、だいぶいいんすよね。なんか宇山が勝ってるおかげで、なんかその8勝分の4勝分は宇山ですからね、たまりません。で、帰ってきました、長谷と奥井。長谷くん EBAB、 あーたまらん、長谷たまらん。奥井 ECDCDD、 いいっすね。でね、奥井はこれ秘密兵器があるんですよ、1個。奥井くん、なんとパワー10、パワー3、パワー3、合計16上がりますね。これを使うことによって、なんと、奥井くん、パワー A まで一気に上がりました。2年目、19歳。南国のスラッガー、文字通り南国のスラッガーになりました。この子が、いや、もう4番も確定よ。で、ここで発生するのが、タガミ、ハセ、ウラ、論争が勃発するんですけども、まあ、とりあえずタガミはそんな守備高くないんで、こんな感じになるんかなーと。4番タガミを、指名打者で置いて、で、このようなオーダーになるんじゃないかなと。西原の守備怖えけど、まあ松山と考えて、ちょっとレフトに入れとこう。クソ怖え。こいつの打撃よりも守備の方が怖えんだわ。あ、こうするんか、こうすればいいか。こんな感じですかね。5番奥井、4番田上、3番瀬戸くん。いや、これ普通に優勝できるんじゃねえかな、もう。早くも。なんか、できそうな気がする。いけそうな気がする。なんか普通にいけるよね、このまま。いやいや。なんか、来年には優勝しましたって、なってそう。いや、長谷1番で置いとこう。よーし、ちょっと長谷くん見ようか。観戦試合で。神田くんの試合ですね。神田の試合で、そうだな。まあ、このメンバーでいいんじゃない？奥井と長谷を2番と5番に置いて。これ、ちょっと。ね、もうね、たまりませんね、このドラフト。最高だわ。こんだけいい能力とは思わんかった。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対阿部、8回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズストレート、空振り三振。さあ、バッターは2番、高卒の長谷くんです。タイミング合いません。高速ルーキー、いやー、期待、夢、希望、その他諸々、すべてを
背負って、プロ初打席はどうだ。さあ4球目打ちました。これは反対方向を持ってったがレフトフライ。これでツーアウト、まあしょうがないね。バッターはロマン。なんかすごい試合で終わっちゃった。最後壊しちゃった、試合が壊れちゃった。何これ、どうしたこの7回8回。ああ小池か、小池とアがやったんか。いいよもうお前らもういいよ。まあ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 、まあ、パート4はこんぐらいかな。いやーでもこのパート4結構いいメンバー揃ってきたなっていうのを見せれたんで、次とりあえず動きがなかったらこのまま、シーズンオフまで行きたいなと思っております。はい、それでは今日はここまで、皆様グッバイグッバイバーイ。